こんばんは、ヒューヤです。では、今夜もスリとともに、マフィア3の攻略を進めていきましょう。あ、雨降ってる。そうだな。では、前回までのあらすじを、ヘイスリー、リマインダー読んでくれ。わかりました。内容を教えてください。うん、違うよ。ノー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 。はい、リマインドします。それはリマインドじゃなくていい。こちらのリマインダーを削除してもよろしいですか？はい。はい、削除しました。ヘイシリー、リマインダーを読んでください。こちらのリマインダーが見つかりました。こちらです。前回までのマフィア3、サルマカーノに復讐するため協力者を集めるリンカーン、息子のダニーを殺され、柵に溺れていたバークを引き入れるためポワント・ヴェルダンの用心棒ビジネスの奪還を進める。正直バークはどうでもよいが、ミッキー姉ちゃんのことが心配だ。シリのご機嫌を伺いながら丁寧にミッションを進めつつ思うのだった。エアの心って難しい。現在設定されているリマインダーはこれで全てです。はい、というわけで、あらすじを読んでいただきました。もちろん仕込みです。こんなのしり喋ってくれないんで、まあ台本って大事ですよね。やっぱりラジオとかも何でも台本ありますしね、きっと。わかんないですけど、そんな感じで。何これ、警察署？入っちゃいけないとこだよね。はい、すいません。ちょっと待った。用心棒のところ、すっごい、警察署の中とかそんなん？大丈夫なんだろうか。大丈夫なんだろうか。そして、こんな線路の上に置いて大丈夫なんだろうか。まあいいか。あ、でもちょっと離れてるっぽいね。さてさて。そう、あらすじのあれとかちょっと海外テレビドラマ風にしてみようと思ったんですけども、いかがでしょうか。まあ、ここに座る。お前ら一般市民を何をしている。逃げろ、逃げるんだ。しかも捜索された。まずいんじゃないです？まずいんじゃないです？大丈夫か？大丈夫だね。あそこにプレイボーイがある。あ、でも警察がすごい集まってきてる。武器しやがれ、武器見られてる。ああ、逃げたい。ちょっと待って。さっきのショットガンの傷も癒えてない。ヘイシリー、逃げるぞ。問題が起きたようです。すみませんが、もう一度試してください。何を？もう一回、ヘイシリー、逃げるぞ。
見せんぞ。違う。なんか逃げるのをもう一回試すってこと。 Hey Siri。 Hey Siri。 逃げるぞ。あ、そうなの。まあ、ちょっとここまで来れば大丈夫かな。こっちに警察いないよね。さっきの、あ、さっきのプレイボーイ取りに行きたいな。あ、そこにいる。あ、ウォッチドックス思い出す。あ、来た。あんまり警察に危害加えたくないんだけどな。うん、めっちゃギブギブってされたけど。All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. あのギブギブってサインはバンコク共通なんですかね。プレイボーイ取りに行けるかな。無理か。なんかこの間もらったスキル、これか。これ使えばいけなくもないのかな。使ってみるか。あ、そもそもあそっちに入れる気がしない。すいません、お邪魔します。うわ、警察いっぱいいる。はい、すいません、失礼します。もう見つかった。あー、ここだけ飛ばして押し取ったのか。まあでも取れたんで悔いはない。ヘイシリー、やられたが悔いはない。Hey Siri、 悔いはない。何のお手伝いをしましょうかって。まあ確かにね、お手伝いしてもらうような、というか、あ、お金が、Hey Siri、なんかこう、シリの主体性的なものってどんなん？主体性的なもの。Hey Siri。シリってそもそも何？そうおっしゃるのもごもっともです。あんま質問に答えられてない気がする。え、シリー、シリーのキャラクターってどんな感じなの。すいません、よくわかりません。そうだな、なんか面白い質問あればいいんだけどな。
お、始末、あいつか。配線盤が。向こう向いた。よし。サプレッサー付きのハンドガンで撃たれて、後ろに撃たれたからってあのベンチ乗り越えて向こう側に倒れるって、こう、まあ映画なのでこれは。見張り役。よし、OK。A man already. Huh? Gotta find that scary fuck, huh? Hey, bro. Ain't too many. Lost a man already. Hi, okay. Ah, もう一人いる。ああ、邪魔だなあの柱。Hey.あれ今のヘッドショットじゃなかったの、ね、まあいった。トレンチに持ち替えようかな。ちょっと弾とか不安だけど。いざ銃撃になった時に。ね、おか、あー渋いね。渋い渋い。Hey, look! He's got a gun! おばちゃん。お、ニューボルドトリビューン雑誌屋さんでしょうか。これでもお店の人とかいないのかな。まあいっか。はい、そうですね。先ほど、じゃちょっと命がけで手に入れた、プレイボーイを開いてみましょうかね。ちょっとだけだぞ。これじゃない、これじゃない。どれだっけ？これだ。ちょっとだけだぞ。おいー。はい、ごちそうさまでした。さあ次。お、アルバムカバーがある。あ、いろいろここあるな。まだプレイボーイあるじゃないか。また俺に危険な橋を渡らせる気か。アルバムカバー、これは、あ、もうこの昔ながらの、昔ながらというか昔だけどな、ここ、この世界は昔ながらのこの家の作りというか庭の作り、いいですね。そんで今手に入れたアルバムカバーは、スマイリースマイルザ、あ、スマイリースマイルザビーチボーイズ。うん、ビーチボーイズはあるでしょう。Hey Siri、ビーチボーイズについて教えて。ウィキペディアでザ・ビーチ・ボーイズの情報が見つかりました。お読みしますか？お願いします。
ザビーチボーイズ。ザビーチボーイズは1961年に結成されたアメリカのサーフロックグループである。1962年から65年まではサーフィンホットロッドを中心としたレコードを発表していたが、66年のペットサウンズから70年代初頭まではサーフィンや改造車、ビキニの女の子などは姿を消し、ブライアン・ウィルソンが自己の内面と向き合ったアート思考のアルバムを発表した。へえー、そうなんだ。そのなんだろうな、それやった後のやつってやっぱりまああまり有名にならないですよね、きっとね。有名にならないというか、やっぱり皆さん求めてるのはこのサーフィンロック的なやつだと思うから。へえ、まあやってる側はね、まあ飽きちゃうというとあれだけど、あ、ちょっとお邪魔そんなとこにプレイボーイ置い、ちょ、こっそり行こうかね。はい、すいません、お邪魔なの、すいません、このカップル、この時代にそんな汚いタンクトップに薄々の前髪でにそんな普通の白人女性でいいのかな。騙されてない。まあまあいいか、まあいいか。取れるも取ったし、どこもイチャイチャ。あ、どこもイチャイチャ。こちらのカップルは、こちらは割と普通のカップルでいらっしゃるね。そっかそっか。こちらはカップルではなく、女性2人。片方、おばちゃん？男性一人、女性だね。はい、そんな感じで、皆さんそれぞれの生活があっていいですね。さて、でそんなこの平和な午後の、まあ、すごいほど近くにぶちの召し隊がいらっしゃるの。ちょっと町の平和を脅かすんだったらちょっとやっぱよし、よし、やってる。お前は？もうなんかちょっと女性の方いらっしゃるじゃないか。あ、ちょっとそれはやりすぎだろう。こっちで。ほい。いや、まあショットも何もその奥でもっと。あれは、いやいやいや、もっとあれなもの目撃してたでしょ。いじめられてらっしゃったでしょ。そっちを通報しなくてええのかいな。まあいいか、逃げよう。出らかるぞ。これ場所によってそのこちら通報される時のそのなんだ連絡がの方のあの輪郭の
呼び方というか説明し方がだいぶ地域性があって面白いですね。実は日本語訳だともう男も黒人男性って書いてありますけども、場所によってこのニグロメールとかこうまあブラックメール、まあブラックメンとかいろんな表現でなんですけども、なんかこう扱いに差を感じますよね。さて言うても次のアルバムカバー行きましょうか。さてさてアルバムカバーというかレコードジャケットというかレコードですね。これちょっとこっそり開けないとまた通報されるから、また前みたくこの通報会になっちゃうんで。あ、これはこれはあれじゃないですか。 Hey Siri、ザ・ローリング・ストーンズについて教えて。ウィキペディアでローリング・ストーンズに関する情報が見つかりました。お読みしますか。 Yes。 ザ・ローリング・ストーンズ。ローリング・ストーンズ前のストーンズはイギリスのロックバンド。1962年4月のロンドンでブライアン・ジョーンズ、イアン・スチュワート、ミック・ジャガー、キース・リチャーズによって結成。その後間もなくベーシストのビル・ワイマンとドラマーのチャーリー・ワッツが参加した。結成当初のリーダーはジョーンズであったが、後にジャガーとリチャーズがコンビで作曲を行い、グループをリードするようになった。1969年、ジョーンズは体調不良と法律問題のためバンドへの貢献が減少し、ツアーへの参加もできなくなりバンドを脱退。その3週間後にプールで溺死した。ジョーンズの後任としてミック・テイラーが加入。1974年に脱退するまで活動を続けた。その後ロンウッドが加入する。ワイマーは1993年にバンドを脱退。後任としてダリル・ジョーンズがベースを担当するようになるが、正式メンバーとしては加入していない。スチュワートは1963年に公式メンバーから外されるが、バンドのロードマネージャーを続け、1985年に死去するまでピアニストとしてツアーやレコーディングに参加した。うん、すごく柔らかく言ったけども体調不良と、法律問題って確実にお薬じゃないですもうそう、いやまあ別々だったらあれなんだけども、絶対にこのお一つのあれになったらまあ言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあいいや。あとローリングストーンズ、これ前説明してもらったね、ちょっとこのアルバムについてかどうかわかんないけど、どれだこれか。俺このジャケット見たことないんだけど、これなん、これ何のアルバムだろう。てかこれ本当にこれローリングストーンズなのかね。なんか隣というか、なんつうの、ちょっと左下にボブ・ディランとも書いてますけども、ボブ・ディランズ・ドリーム、曲名なのかな。 Hey Siri、ボブ・ディランズ・ドリーム。ボブ・ディランが参加している作品がいくつか見つかりました。はあはあ、ボブ・ディラン、モディレクション・ホーム・デラックス、ボブ・デズラン、ザ・サーティエス・アニバーサリー・コンサート・セレブレーション、トボブ・ディラン、MTV ・アンプラグッド。残りを読み上げますか。いえ、結構です。何のお手伝いをしましょうか。ボブ・ディランについて。ヘイシリー、ボブ・ディランについて教えて。それはわかりません。え？え？もう一回聞くよ。ヘイシリー、
Hey Siri, ボブディランについて教えて。ウィキペディアでボブディランに関する項目が見つかりました。お読みしますか？ Yes。ボブディランはアメリカのミュージシャン。出生名はロバート・アレン・チャールマンだが、後に自ら法律上の本名もボブディランに改名している。ボブはロバートの愛称。ディランは主人ディラン・トマスにちなむ。風に吹かれて時代は変わるミスター・タンブリン。マン・ライク・ア・ローリング・ストーン。現状況からずっと天国への。ボブランス多数の楽曲により1962年のレコードデビュー以来半ば世紀以上にわたり多大なる影響を人々に与えてきた。現在でもネバーエンディングツアーと呼ばれる年間100公演ほどのライブ活動を中心にして活躍している。グラミー賞やアカデミー賞をはじめ数々の賞を受賞し、ロックの殿堂入りも果たしている。また長年の活動により2012年に大統領自由勲章を受賞している。その他2008年には卓越した詩の力による作詞がポピュラーミュージックとアメリカ文化に大きな影響を与えたとして、ピューリッツァー賞特別賞を、2016年10月に歌手としては初めてノーベル文学賞を授与されることが決定。すごいよね、ボブ・ディランって。さっきのアルバムって結局ローリング・ストーンズなのか、それとも僕今ローリング・ストーンズなんでしょうけども、なんかあのボブ・ライク・ア・ローリング・ストーンっていうなんかなんだ曲だっけ。まあそれもボブ・ディランさん今出したっつったとおっしゃってたから、それなのかちょっとよくわかんないですけども、よくわかんなくないか、確実にローリングストーンズですよね。そしたらこれでここをもう大詰めでいいのかな。はい、ではベアドネリーと話す。ベアドネリーん、マルキス、あ、ビールか、ワインズ、うん、酒屋さんですね。前襲撃したところなんか。さて、ロキシーモール。 Hey Siri、 ロキシーモールについて教えて。今日の夕方にモールというイベントは一件も見つかりませんでした。ん？ Hey Siri、 ロキシーモールについて教えて。すみません、私には理解できませんでした。ああ、そうなんね。ちゃんと出た上でそうだったらしょうがない。ちゃんと読み取った上でそれならしょうがない。ロキシーモールか。なんだろうね。なんかイベントホールっていうか、まあ言うたらライブハウスみたいなとこっぽいけど。さて、あ、そうだ、さっき撮った、んこれだっけ、これっぽいね。じゃあ、また見ちゃいますか。ちょっとだけですよ。えい、おお、はい、ありがとうございます。あまりこんなことやったらすごくダメですね。ちょっと品のある放送にしたいんだ。
品を大切にしたいんだ。はい、すみません。Sonny's back over at the Robert O. His language has taken an especially colorful turn of late. I take it the butcher didn't appreciate Sonny's loan sharking and protection rackets being disrupted. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? I hear Sonny's a bit pissed at some mysterious colored fella disrupting his business. Even went all the way down to the meatpacking plant to wait for him. さあ、ソニーブルーと対決するということで、やっていきましょう。その前にヒューズが落ちてたらちょいちょい使うので、これここら辺は確保しておきましょう。あとは俺歩いていこうと思ってるけど、遠いのかな、遠いか、遠いんだったら車、あ、遠い。じゃあちょっと車を1台見繕っていただきたい。I'm in Point Badon and I need a new set of wheels. Oh, not a lot. Just getting her warmed up. うん。そっちから来るのか。ん？信号待ちか。Appreciate it. お、え？え、そこで止める？遠いよ。遠いし、遠い。お前そこで先に降りてたらすごい邪魔になるじゃないか。もう普通の人の迷惑になることやめよう。僕ら正義だからね。ヘイシリー、正義の味方だろ。ヘイシリー、俺たち正義の味方だろ。私には意味がわかりません。ウェブで検索してみましょうか。え、あるの？いや、いい。正義の味方。ヘイシリー、正義の味方。一つだけ見つかったのは大阪市の船橋町の正義の味方です。は？こちらでどうでしょう。え、あるの？何？何を見つけたの？唯一見つかったのは大阪市の船橋町の正義の味方です。だから何を見つけたの、お前は。さて、ヘイシリー、何を見つけたの？まあそうだよな、お前はいつもそうだよな。あ、Ralph's people are Southern Union from way back. Can't see him signing up for some spade. Uh-huh. Gonna check this out. Hi, hi, hi. Hi. Hi, 一人目。もう、あれ？お前も来い。Am I crazy or did you catch that too? I'm serious, man. You okay?早く来い。 Couldn't have gotten far. Paranoia will destroy you. ほい。 OK, two down.
さあ、見張りが一人か。いっぱいいるけど、でも一箇所じゃないから大丈夫かな。ほい。There's a man neck standing up.二人ってのはあれだな。来たね。さて。それはまさにざまあみろですよ。こっちに行く必要はないもんな。今回そうだね、意外とスリがまともなというか比較的まともな方だと思うんで、これ前みたいですよな。あ、違う。バークの野郎を見たぜ。酒の、うん?ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。道の端を足を引きずりながら歩いてやがって。またぐらをしょんべんでびしょびしょにしながらな。あの後、自分に引っ掛けたんですかね。バルビエリさんには手を出すなって言われてるが、もう一方の足もへし折ってやりたいぜ。釣り合いが取れるってもんだ。まあ、あの人も大変なんで、そっとしといてやってください。手分けにもいかないか。あと、上か。これでも、そうやな。前の、今までの経験からすると、ちゃんと、片付けないと、ボスを、こう、閉めてる時に敵が来ちゃうやつだよね。ああ、見張り役の方が向こうに行っちゃった。先になんとかしたかったな。うん、あ、気づかなかったな、あいつ。はい、OK。前と比べて一般の人減ったというか、いなくなった?さて、あれ、危ねえ。なんだろう、嘘。来たかったわけじゃないんだけどな。ヘイスリー、ボケて。お役に立とうと頑張っているんですが、すみません。でもボケて。結構ボケてくんなきゃボケてくんないで、寂しい感じがっていうのは、しかも正直なあれなんですけども、わがままだって分かってるんですけど、どっかな。よし、ほら、いったいったいった。ああ、もう今度はこっちもトレンチがあるから、そんなに遠慮する気はないけどな。
for cover. I could have swore he was here. Don't stop looking for him. It's only a matter of time till I find you. Got him. Over here. Okay. Running for cover. エプロンしてるやん。こいつ、あ、来ない？まだ来ない？来るんだったらあれだけど。大丈夫かな？よし、じゃあ確保しましょう。はい。You could be the bratwurst king in New Bordeaux if you work for me.ソーセージ王になる。Sure. I kinda like working here anyway. Good. Burke's boys are gonna reach out. はい、では、そうですね。これが、あ、でもイベント挟むのか。まあイベントちょっと挟んでもらって。Slaughterhouse is clear. Send your people. Hey, don't worry about the bodies.My boys will know what to do about it. Everything's in place. The butcher's on his way. Time to put that rabid dog down. Meat packing. めっちゃ銃構えてるじゃん。立つ立つのに。前のとこじゃないのかな。制圧完了。なになに、やっぱまだ残ってた。金属に戻る。バグブッチャーの生き物を止める。近くの警官の一応モップにマークする。何戦ってるよ。では、今回、ここで終わりにしましょうかね。もしかしたら、まあ、大丈夫かな。あのくらいの。あのくらいのあれは可愛いものですよね。あれってあのプレイボーイね。では、このくらいで切り上げまして、次回多分、イベントの連続になるかと思います。結構シリさんの出番は減るかも分かんないけど。もう危ね、なんで、あの人たち隙あれば俺を引こうとするし。まあいいや、そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。今回も、ヒーワとシリでお送りしてきました。また次回も見てください。バイバイ。